今回はね、今後コラボするフォートナイトのね、スキンとかの情報が出てたから紹介しようかなって思います。まずは今やってるスターウォーズ関係で言うと、運営がね、こんなツイートしたんよな。それ関係でスターウォーズにいんのが俺は知らないんやけど、こいつって言われてて、まあ、このスキンが登場する可能性が高いらしい。あとはやっぱりパルパティーンがね、高いらしいね。まあ、だからこの2人の来る可能性が高い。まあ、来るとしたらスキンプラス、ライトセーバー2つと、あとフォースの力2つずつ来るね。あと、ツラハシとかも多分来る。で、次は多分来シーズンか次のシーズンぐらいにやるドクター風コラボの情報なんやけど、15代目ドクターのね、スキンがこれになるっぽいね。多分また別のスタイルとかもありそうやけど。あとは多分一番みんなが気になっている悟空ブラックなんやけど、やっぱり悟空ブラックの可能性がめっちゃ高いらしい。で、もし販売されるとしたら、多分海外の時間とかも合わせて、多分明日が一番可能性高いのかな。明日かその次ぐらい、まあ、少なくても明日にはね、スキンの情報は多分出ると思うな。で、これ最後なんやけど、前にマーベルとあとフォートナイトのさ、コラボコミックみたいなやつがあったと思うよ、シリーズ系の。それの新しいバージョンがね、夏頃に来るらしい。まあ、多分ちょうど来シーズンぐらいかね。しかも来シーズンってスパイダーバース関係のスキンが登場すると思うよ。だから多分そっち系のコラボになるのかな、わかんないけど。まあ、大体今のところコラボするのが確定してるやつはこの感じらしい。こんな感じ。あとはね、スターウォーズコラボのやつとか、ダースベイダーとかね、12、3日ぐらいに登場するらしいから、まあ、そろそろ一気にいろいろ追加されそうやね、スターウォーズコラボも。